トリプルクアルテットは、スティーブ・ライヒが作曲した、弦楽四重奏とテープのための作品、トリプルクアルテットの演奏。2007年、ニューイングランド音楽院、クロノスクアルテットの移植で作曲され、1999年5月22日に、ワシントン DC のジョン・ F ・ケネディセンターで初演された。クロノスクアルテットを想定した、ライヒの作品は1988年の、 ディファレントトレーンズに続き2作目となった。題名の通り3軍の弦楽四重奏のために書かれた作品であり、演奏会ではあらかじめ用意した2軍の録音と同時に四重奏団がライブで演奏することが想定されている。ただし、3つの四重奏団がライブで演奏することや、さらに各パートを重複させて数十名の弦楽合奏で演奏することも許容されている。 ディファレントトレーンズを書く以前から、ライ日は、クロノスクアルテットのための福祉重奏曲の構想を持っていた。録音を用いた福祉重奏曲のアイディアは、ディファレントトレーンズでも使われていたが、そちらでは言葉が主役であったのに対し、トリプルクアルテットは、完全に音楽的な作品として書かれている。作曲にあたっては、バルトークベーラの弦楽重奏曲第4番や、 マイケル・ゴードンの作品を意識したトライヒは明かしており、また作曲中に初めて耳にしたアルフレート・シュニトケの弦楽史重奏曲にも、ほとんどの部分に共感できなかったとしつつも、刺激を受けたことを認めている。急緩級の三楽章からなり、全曲の演奏時間は15分前後。三度間隔で循環する4つの超の続和音が、全曲を通して用いられ、強い推進力を生んでいる。 ありがとうございます。